はい、はい、ビアスチャンネルでございます。始まりました、ビアスチャンネルでございます。はい、目の前にね鎮座してるね、ジョニーウォーカー軍団が。なんでそこ並んでると思う？まあ多分予想するに、まあ、まだあれやるんだろうなっていう当然まだ何最近俺が調子乗って、はい、ジョニーウォーカー飲んでねえから。よくわかってますね、うん、はい、ですね、これジョニーウォーカーシリーズを3つ用意しました、うん、はい、でですね、はい、ナポさんがですね、うん、やっぱ最近アイラアイラとアイラ島から帰ってこねえもんな、行ったきり、で自分はね、うん、ジョニーウォーカー一択だと言ってた時期をですね思い出していただこうと。あったあったよ。でですね、うん、今回の企画はですね、この3つの飲み比べをしていただいて、うん、当てていただくと。うわー、なるほど。でもね、非常にね分かりやすいと思うんですよ。まあブラックラベルのノーマルはよく飲んでましたよね、うん、飲んでた飲んでた。で真ん中はまあレッドライなんですよ。これ結構クセッキだったな、うんうん、なんでまあ結構分かりやすいのかな、うんうんうん、でまあそのサンズの方はですねやっぱし特殊ブレンドですから、なるほどな、全く違うんですよ、うん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 、なのでさすがにこれが当てられなかったら、うん、最近の動画みんな削除します。ということでね、うん、今から私がシャッフルしますので、はい、一度はけていただいてもよろしいでしょうか。いいよ、分かった。じゃあやろう。はい、おい、シャッフルします。 OK、 おい、はい、準備できました。来ましたね。さあ、はい、でね、一応下に紙が引いてあるので、うん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 、まあ、正解はそこに書いてありますので、OK、まあこのままねノー編集で。ノー編集ラグだな、おい編集ラグだな、雑に切るなよそうノー編集だから切らねえのかそれではね、ナポさんが不正をしないということを前提にですね、うんうん、行きましょう。 OK、 じゃあ、右から行くな、この順番で。よし、じゃあこれ飲もう。まだ紙はここするんだ。うん、どうでしょう。水欲しい。水も用意しましたので気を取り直してな。はい、行きましょう。ちょっと今口直してから2杯の、うんうんうん、あ、独特だな、蜜だこれは。うん、うん、なんか余裕そうっすね。うん、あー、うめえこれ、ピンとくるうん、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 うん。で、最後のありがとうございます。はい、飲まないんですか。飲まない、わかった、飲むか。それで外したらかっこ悪いよ。おっと、うん、味わってみるのも今いけそうですか。うん、いくか。もういいんですか。うん、本当に。あのね、今マジ、あの今ね、こっちとこっちちょっと迷ってて。どんな感じで迷ってるんですか。スパイシーさ、スパイシーさがね、やや真ん中の。でもね、レッドライってね、ライムになるよ。でしょうね。セレブラトリーは、はい、サンズの方はね、どっちかといえばスコッチを目指してくるから、やっぱいいピートだって感じだから。なるほど、これは俺サンズだと思うんだ。でこっちはなんかコクもあったからライかな。ちょっと待って、匂いが独特なのよな、バニラっていうか。うん、いくか。うん、分かった、よし行こう。
自信のあるやつからお願いします。じゃあいきます。はい、これは一番左ですね。はい、これはジョニー・ウォーカーブラック・ラベルです。ファイナルアンサー、ファイナルアンサーです。じゃそれでは開けてください。でん嘘。はい、見せてください。嘘、マジか。サンズだって。はい、そちらがサンズになります。こっちサンズだったんだ。ちょっと待って、高身長に行こう。1個外したらアウトだもんな。そうですね、もうサンズが出てますから2分1ですよ。待て、これアルコール度数確か51なんだよね。高かったですね。ただ全然薄いと思ったもん。ってことはやっぱうまいんだよ。うまいと思ったもん、一番飲み慣れてるなと思ったもん。おいいように言うなおい。なんかこっちバナナっぽさなんだよな。ねえ、そこそこ忘れてくからな、もう随分飲んでねえから。バナナにかけるかピートにかけるか。いや、いや、わかった。はい、じゃあもう行ってください。ブラックレッドライ。はい。ドゥル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 。いくよ。はい。これ外したら俺も来週から編集も出演もしません。いいよ。はい。どうだ。いや、まだ。はい。はい。わ。はい。うい。ただね、これはね、レッドラインはこれ辛かったの、マジで。もうバナナの匂いとか、はい、バニラ香して、ちょっとネロネロしてる感じましたんで。ネロネロ。ネロネロしてる。これだけはちょっと異質だったから、レッドラインだと思ったの。で、こっちとこっちで迷ったの。本当に？マジで。こっちスモーキーだった、ピートキーだったの。で、あれ、サンズってそういえばピートキーでやったような気がすんなと思ったの。で、こっちとかブロックで、あれ？なんか、あれこんなまとまってるってこと、飲み慣れてるってことはブラックだろうっていう。ああ、なるほど。見立てから言ったら、はい、こっちとこっちを外したってこと。じゃあ、そういうことにしておきましょうかね。ああ、でもレッドライアーズだな、俺。ちょっと褒めてほしいよ。皆さん。皆様にどう判断していただくはもう委ねますので。うん、これ、編集楽じゃねえこれ。、はい、ということでね、本日の検証結果、ナポさんは大好きなジョニー・ウォーカーシリーズは一切分かっておりませんでした。いや、レッドラインは分かったって。すみませんでした。よし、ちょっと僕今日納得してないけども、ぜひちょっとこの動画が面白かったなって人は、いいねボタンを、なんだこいつ全然ウイスキー分かってねえじゃんっていう方は、チャンネル登録をしていただいて、ぜひ次回、真面目なウイスキー会を見ていただきたいと思います。はい。ということで、ちょっと、情けねえなぁ、もう。